ということで早速スペースシューターの方を使っていきたいと思います。分かりやすいように寿司と比較しようかな。まず射程ですね。射程、寿司がこんな感じ。スペースシューターの射程ですね。あ、届くね。ちょうどなんだろう、もうちょい届くって感じ。寿司よりもちょっと長いって感じか。はい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 。で、玉ぶれは結構あるね。これ、寿司の玉ぶれが、まあ、こんな感じなんだけど、まあ、寿司よりもいや、寿司と同じぐらいかな、ブレは。もう一度。いや、寿司よりもブレるね。寿司よりもブレてるわ。一発の強さですね。24ダメージ。比較として、寿司は36ダメージ。5発当てないとダメなんだ。武器性能が、まず寿司が200に対して、スペースシューターも200ですね、ポイントは。他の武器と比べてどうだろう。メガホンレーザー 5.1 がついてる、武器で言うと3つ。200、200、200。一緒だ。メガホンレーザーについては200固定ですね。スペースシューターなんですけど、サブは、はいはい。ポイントセンサー。それからスペシャルがメガホンね。どちらも相手の位置がわかるんで、結構後方から援護するみたいな戦い方。まあ、特に、通話を使って戦う対抗戦とかだったら使いやすいのかな。